どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエクスプレスのビジネスゴールドクレジットカードがですね、金属製になるということで、今回こちらについてですね、動画ね、やっていきたいと思います。今回ですね、こちらのアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドクレジットカードですね、こちら以前ね、私が保有してたカードなんですけども、こちらはですね、金属製になるということで、こちらね、ビジネスゴールドカードということで、あんまりね、注目されないんですけども、実はですね、年会費の解約ということで、年会費上がったんですよね。また、新規入会キャンペーンもね、こちら行われておりますので、今回ですね、金属製のカードにね、変更になるということで、もうね、こちら適用になっておりますんで、今すぐね、申し込みされた方も、届くカードはね、金属製っていう風になりますんで、発行ねされたい方ね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、今回のね金属製になる話とですね、またね新規入会キャンペーンと年会費のね解約についてもですね、合わせてね話していきたいなと思います。それではですね、今回ねこのアメリカンエクスプレスのねゴールドビジネスクレジットカードがですね金属製になるということで、ちょっと言っていいのか分かんないんですけども、個人のねゴールドカードってありますよね。ビジネスのゴールドカードと個人のね、ゴールドカード、アメリカンエクスプレスにあるわけなんですけども、今回ね、ビジネスカードのみね、金属製ということで、こちら個人カードの方はね、どうなるのかっていう話なんですけども、今のところですね、この個人カードの方はですね、金属製になるという話はないそうなんですよね。いずれそうなるかなっていうふうに思うわけなんですけども、現時点ではその話はね、ないっていう形になるんですよね。で、この金属製のカードっていうのは、他にはですね、アメリカンエクスプレスのプラチナカードも金属製、またね、ラグジュアリーカードもですね、金属製なんですよね。ということで、今回ね、アメリカンエクスプレスのゴールドビジネスクレジットカードね、こちらが3枚目のね、金属製のカードになるっていった形になるんですよね。で、私はですね、この金属製のね、クレジットカードっていうのは保有したことがありませんので、かなりね、欲しいんですよね。おそらくこの動画を撮り終わったらですね、発行してると思います。それはね、私の話なんで、どうでもいいと思うんですけども、ちょっとね、私も発行ね、していきたいと思いますので、届きましたらですね、皆さんにね、お店ね、できるかなというふうに思います。それではですね、アメリカンエクスプレスのビジネスゴールドクレジットカードの基本スペックね、おさらいしておきたいなというふうに思うわけなんですけども、年会費がね、ありましたので、それでね、プラスの特典とかもね、増えたんですよね。で、こちらね、ちょっと私の方でまとめさせていただいたんですけども、年会費がね、33,000円、プラス税金っていうふうになっておりまして、前まではですね、31,000円税金ということで、だいたいですね、2,000円ぐらいね、年会費が上がっているっていうふうになります。で、基本還元率が 1%、貯まるポイントはね、アメックスリワードポイントという風になりまして、ポイントの交換先なんですけども、ANA や JAL マイルということで、このアメックスリワードポイントのね、交換先っていうのはですね、ちょっと専門の動画出しておりますので、そちら見ていただくのと、またね、アビオスの解約っていうのもありましたんで、そちらの動画もですね、ぜひね、一緒に見ていただければなと思います。ちょっとね、ここでは詳しく触れませんので、ご了承ください。で、ビジネスダイニングコレクションということで、レストラン2名以上利用すると1名無料っていうね、特典があったりですね、デルテクノロジーズ優待ということで、これね、結構すごいね、特典なんですけども、毎年ね、2回ですね、7,000円のキャッシュバックが受けられるということで、こちらですね、最低利用金額はないんですよね。だから7,000円利用したら7,000円キャッシュバックもらえるっていうね、本当に7,000円分ただ、これが年2回ね、利用することができるっていった形になるんですよね。これね、すごいね、特典なので、保有している方で知らない方いらっしゃるかと思いますので、ぜひね、こちらは確認してください。またね、アメリカンエクスプレス JAL オンラインっていうのはですね、このクレジットカードにね、利用することができて、このね、JAL オンラインっていうのはですね、こちらね、公式サイトなんですけども、法人向け国内出張サポートということで、これ JAL オンラインがあるわけなんですけども、これね、いい特典としてですね、普通席と同額でクラス J のね、座席が利用することができるんですよね。一応これね、キャンペーンということなんですけども、2022年の10月の29日までということで、こちらね、来年の10月までやってるキャンペーンなんですよね。おそらくずっとやってるんじゃないかなというふうに思いますので、一応ね、キャンペーンなんですけども、これね、かなりいいサービスですよね。またですね、手荷物宅配サービスということで、アメリカンエクスプレスのね、こちら、プロパーのね、カードっていう風になりますんで、プロパーの場合だとですね、海外旅行にね、行く際に、自宅から空港、またね、空港から自宅っていった形で、往復でね、手荷物宅配サービス利用することができるんですよね。また対象空港も羽田、成田、関空、中部ということで、羽田空港も利用することができます。またですね、ホテルへの当日手荷物宅配サービスっていうのもありまして、こちらね、面白いですよね。東京駅、新宿駅、博多駅で利用することができて、指定したエリア内のね、ホテルに荷物をね、当日にね、送ってくれるっていうサービスなんですよね。これね、ちょっと利用してみたいですよね。これはね、他のクレジットカードにこんなサービス多分ないと思うんですけど、あるんですかね。あるのを知ってたらぜひ教えていただければなと思うわけなんですけども、またですね、空港ラウンジということで、こちらゴールドカードですので、空港のね、クレジットカードラウンジがね、利用することができます。またですね、旅行保険がとても充実しているということで、国内線遅延保険もね、利用不対なんですけども、保険がね、あるっていった形になります。まあ、こういった感じのですね、アメリカンエクスプレスビジネスゴールドクレジットカードなんですけども、まあ、金属製にね、なるということで、結構ね、欲しい方いらっしゃるかと思うんですけども、このアメリカンエクスプレスのね、クレジットカードには入会方法がね、3つあるんですよね。で、1つ目がですね、公式サイトからの申し込みですね。2つ目が既存会員からのウェブ紹介ですね。で、3つ目がアメリカンエクスプレスの営業担当経由ということで、公式サイトのね、申し込みっていうのはですね、基本的にプラス特典っていうのがありませんので、基本的にはお勧めしておりません。ですので、2つ目か3つ目ですね、既存紹介からか、もしくはアメリカンエクスプレスのね、営業担当経由がね、おすすめなんですけども、今回ですね、こちら金属製になるということで、発行されたい方ね、いらっしゃると思うんですけども、年会費が 36,300 円かかりますよね。これが結構痛いですよね。で、今ですね、アメリカンエクスプレスのウェブ紹介っていうね、既存会員からの紹介で入会するとですね、初年度年会費無料キャンペーンね、やっているんですよね。ですので、そちらを利用してですね、発行していただくとですね、初年度年会費無料でね、発行することができてですね、またね、新規入会キャンペーンもね、一緒に乗れるということで、ボーナスポイントがね、もらえるキャンペーンもあるっていった形になりますんで、ぜひね、こちらも狙ってみていただきたいなと思います。でですね、新規入会キャンペーンの詳細なんですけども、こちらちょっと出しておきますね。3ヶ月以内に20万円以上決済で 6,000 ポイント、3ヶ月以内に50万円以上で12,000 ポイント、1年以内に200万円以上の決済で3万ポイント、200万円の決済分を入れると、合計6万8000ポイントということで、まあ、こちらね、1年間に200万円以上の決済でね、まあ、合計6万8000ポイント、プラス初年度年会費無料特典がね、受けれるというふうになりますんで、まあ、これね、全部取らなくてもですね、ご自身でね、利用できるね、範囲だけ狙っていただくみたいなね、感じで利用していただければね、初年度年会費無料でね、この金属製のカードね、手元にゲットできるっていう風になりますんで、個人的にはですね、こちらがかなりね、おすすめっていった形になります。またですね、アメリカンエクスプレスの営業担当経由でもですね、こちら、入会してプラス特典が受けられるんですけども、営業担当経由だとですね、初年度年会費無料特典がね、ないんですよね。その代わり、プラスポイントがね、かなりすごいんですよね。こちらもね、出しておきますけども、3ヶ月以内に20万円の決済で1万ポイント、3ヶ月以内に50万円決済で2万ポイント、100万円決済で2万ポイント、1年以内に200万円の決済で3万ポイントということで、こちら決済分のポイント2万ポイントを入れるとですね、合計10万ポイントがね、獲得できるキャンペーンっていう風になるんですよね。こちらね、初年度年会費無料にはならないわけなんですけども、まあ、年会費を払ってでもですね、このポイントが欲しいっていう方はですね、こちらがね、いいのかなっていう風に思うんですけども、まあ、個人的にはですね、やっぱり初年度年会費無料がね、いいかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり年会費っていうのはね、少しでも払わない方がね、いいかなっていうふうに思いますしね。いずれにしてもですね、このウェブ紹介もしくはアメリカンエクスプレスのね、営業担当経由のね、入会するとですね、結構ね、お得に利用することができるっていった形になりますんで、今回ね、金属製のクレジットカードになるということで、入会ね、検討されている方はですね、ぜひね、こちらで入会ね、していただければなと思います。ということで今回ですね、アメリカンエクスプレスビジネスゴールドクレジットカードがですね、金属製になるということで動画ね、やらせていただきましたけども、やっぱりね、この金属製になるということで、ちょっと欲しくなっちゃいますよね。まあ私だけかもしれないんですけども、やっぱりね、クレジットカード、まあコレクター的な感じでもですね、個人的にはやっぱりね、ちょっと欲しいなっていうふうに思っちゃうんですよね。で、私はですね、まあここにクレジットカードある通りですね、前にね、一度アメックスのこのビジネスゴールド発行してるんですよね。まあ私もキャンペーンでこちら発行したわけなので、まあ次ね、発行するときは年会費がかかってしまうんですけども、まあちょっとね、金属製のクレジットカードもね、私保有したことがないですし、またね、年会費もね、金属製のカードではこれが一番安いっていう風になりますんで、またね、私のチャンネルね、見ていただける方にもですね、ちょっとお披露目ね、できるかなっていう風に思いますので、この動画撮り終わったらですね、発行ね、していきたいと思います。気になる方はですね、ぜひね、今回の動画参考にね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルドボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。